い、どうもピヨキングです。みんなでバトルやっていきましょう。最近旧アイコンのアクリルキーホルダーのプレゼント企画っていうのをやったと思うんですよ。その結果20名ぐらいの方がですね応募してくださりました。本当にね今回応募してくださった皆様ありがとうございます。でそのねプレゼントはいつじゃくれるんだって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、もう少しだけね待っててください。うわあぶね、うわうわうわあぶね。よし、ナイス反射神経。そしてここは待って待って待って、どうしようどうしようどうしよう、ちょちょちょ、マジでゲスト邪魔、ありがとう、なんか開いたんだけど。オッケーオッケー、これはこっち行ってみる。なんかこっち正解っぽくないねえ。おい、ちょっと待って、よしよし、あーダメだ、これは上から乗ろう。オッケー、これなんか一人勝ち、もしかして怪しいぞここ。思いっきりジャンプして右に行く。オッケー、ジャンプ、オッケー、そしてここもジャンプ、よし、ジャンプいいね、うおーい、危ねー、よかった、キノコ取っといて。これでゴールではなさそうだぞ。ジャンプ、よし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 、ちょっと待って、カメックが怖い、どうしようどうしよう、やられるやられるから、ごめん、みんなゴールするわ。まあ、気持ち的にはねめっちゃ待ちたかったんですけど、なんかねあのカメックにやられそうだったんで、ちょっと先にゴールさせていただきました。で S プラスになったらセーブデータ消すとか言ってたじゃん。セーブデータ消すことには僕何の躊躇もないんですよ。ただアバターがね、ストーリーモードでね結構アバターを手に入れたと思うんですけど、そのアバターがなくなるのがね結構寂しいなって思います。よし、オッケー、ジャンプ、オッケー、上から行こう、わしは上から行くと思ったけど上なんもないじゃん。よし、でこれは葉っぱ、枯葉を取っていきます。ジャンプと思ったけどこれはあぶね、これみんなね多分落ちるんですよきっと。待って待って待って、ちょっと俺も枯葉欲しいから、枯葉がいるから、ここは枯葉がいるからの意味もわからんけどオッケー、よし、一番、そしてここは、うそん、そんなんわからんよ、そんなんわからんよねあーちょっと待って、これやばいやばい、まずい、よし、これジャンプしていけるか、まずい、よしで、オッケー、よし、このまま逃げ切ることができるんでしょうか。こっちなんもない、土管入れないんだけど、マジかよ、どうしよう、これわかった、ボム兵か、ボム兵が出てきて、そう違う、そっちじゃない、マリオ協力しよう、うお、この辺めっちゃ滑るねこのボム兵。待って、ここでこんくらいか、あ、いいんじゃないこれ、結構いいんじゃない、うわあ最悪、なんか近道ないの、これはきついな、まだゴールが先であってくれることをね願うばかりです。それじゃあここももう飛んでいこうか、よし、まだ勝てる、まだ勝てるぞピヨキングやっぱりですか。いやでも最後まで諦めないっていうのは非常に大事ですよ。これ絶対負けるやろって思ってた時に、まあ、意外と勝てたりするんですよね。旧アイコンのキーホルダー思ってたよりめっちゃ多かった、参加者20人もいるとかマジで思わんかったもん。次またね2000人とかもし行けることができればですね、今のアイコンの、あ、こっち行ってみよう、今のアイコンのアクリルキーホルダーとかを作るのも面白いんじゃないかな。そしてこれは、あぶねー、あ、あ、あ、ちょ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 、あはよし、オッケー、あ、ちょっと待って、キノコ、オッケー、来た、で次は右はないな、でこっちに行く、あの亀の甲羅怖いんだけど、めっちゃ怖いめっちゃ怖い、よちょ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 、あ、どうしようどうしよう、とりあえず右に行く、右に行って上は行けないか、よし、このまま右に行きましょう、見た今のキノピオ、ちょっと協力してくれてもよくないね、よし、ジャンプ、オッケーで、オッケー、そして、なるほど、待ってくれ、そのままゴールって感じかな、
ごましいよさん、ごましいよさん、まっ、チャーンス、これはチャーンス。よし、オッケー、キノコを取ってけ。待って、これキノコ、いやー、もうないの、マジかよ。よし、うお、怖い、これは怖い、怖い。ゴール条件、ゴール条件、よしよしよし、あくっそー、やべ、これめっちゃ悔しい、やばいわ、これマジで悔しい。1番に行こう、マジで1番に行こう、みんなやられたでしょ、絶対1番に行ってみせるわ。結構差が開いちゃってるな、まずいぞ、一人ギブアップした、ごましいよさん。よし、これで3人だ、ジャンプで、確か次の局面だったよね。オッケー、そしてこれだ、オッケー、なーに、ゴール条件はあいつが持ってるっていうのか、じゃあダメだダメだ、ゴール条件、ゴール条件は当てせない、よーし、オッケー、そしてこのまま右でゴール。やった気持ちいい、これ最高に気持ちいいわ。最近ね、ドン・キホーテ行ったんですよ。そしてあの声が変わるヘリウムガスっていうのあるじゃん、あれを買ってみたんですよ。なんか面白そうって思って、そしたらちょっと聞いて、あのヘリウムガス吸ったら2、3分はずっとね変な声で喋れると思ったんですけど、あれ吸ったガス、まあ吸った量のガスしか変な声にならないらしいんですよ。っていうことは、まあ、まあ1息分か2息分ぐらいの、まあ、声しかならないらしいんですよね。まあ、そのねヘリウムガスでちょっとね実況してみようとか思ったんですけど、まあ、無理だこれ一息分とか二息分だったら絶対無理ですよね。っていうかこれめっちゃ下、めっちゃ下長くね。よし、これしかも一番最後だし、もう勝ち目のチャンスがないかもしれない。よし、でこのまんま行く、オッケーオッケー。今のキノピコかわいそう。あ、待って待って、何今の、うざ、めっちゃうざいんだけど、見た今のルイージゴールさせないみたいな、ああいう人いるよね。ちょっとマジで許されんだけど、ルイージ次来いや、誰良性メーカーっていう人ね、誰か知んないけど、この勝負で良性メーカー来い、マジで来い。俺は怒ってますよ、久しぶりに。みんなでバトルでこんな気持ちにさせられたのは久しぶり。両生メーカー来た、キノピコだ、待ってろキノピコ、絶対許さねえ。さっきの復習は今させてもらいます。まああのピコね、みんなあのピコ分かったでしょう、まあ、どんなやつか。まあ、キノピコは可愛いけど、まあ、キノピコにね害はないけど、俺はねこのキノピコは絶対許さねえから、キノピコね。よし、もうキノピコを中心的にめっちゃ攻撃していきたいと思います。バカめキノピコ、死にやがったら。よし、このままジャンプしていく、そしてオッケー、中間ポイント、よし、でこのまま渡っく、絶対負けないからね、ほんとに。もう久しぶりに怒ってる、うお、マジか、こういうタイプね。ジャンプ、オッケーオッケー、でこのままドアに入る、そして左かな、ジャンプって言ったけど、こっちでいいのかい、こっちでいいのか、怖いな、大丈夫かな。で左、オッケーオッケーオッケー、やばい、キノピオが来てらっしゃる。よし、ジャンプで、ジャンプ、あー抜かれた、マジかよ。待って、これ急ぐと危ないんじゃない、危ないんじゃない。よし、あー危な、オッケー、ここでキノコはありがたい、ダッシュしていけますからね。よし、そしてこのまんま右に行くとゴールがあるっていう感じだ。両生メーカー邪魔です、お見苦しいところをお見せしてしまって申し訳ありません。どうしても勝ちたかったんです、両生メーカーさんに。今回のは目をつぶっていただきたい、いや本当に。いやでもね、気持ちよかったよね。ねえみんな、これは D-C、 なんだろう、ちょっとねコース名を見てなかったからちょっとわかんないけど、 D-C でいいのかな、
これなんかね、ちょっと怖い気がするから、じゃあキノコ取ってくわ。よし、オッケー。なんか危なくない？もう当たるしかないよね、ここ。で、ジャンプ。よし。で、右に行く。そしたら、どんぐり？どんぐり？どっから出てきた？どんぐり。なるほど、そこにあるのね。オッケー。ここで、ムーササビー！来た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 、これは俺のチャンスなんじゃないかな。おし、なるほどなるほど、これでチビになれてか。オッケー、よし。これどれに入ればいいのかな。青でいいか、青に行こう。よし、オッケーよーし、オッケーオッケーオッケー、よし、チャンスチャンス、めっちゃチャンス。よし、ここは落ち着いて行きましょう。よし、そして下、マリオが来てるな。危ないな。中間ポイントは取っていこう。よし、オッケー。で、キノコのこいつは倒していかないとまずいな。オッケー、みんな来たね。これ上になんかないの？なんもないね。ちょっとこの辺でちょっと待機しておきます。なんか怖い、あの左の名前、名前なんだ、あの虹色の髪の毛マジでわかんないんだけど。うおー、こっちに来た。危ない危ない危ないから、このね、甲羅の時間が長いんだよこの人マジで。よし、うおー、やっぱりね。俺最後じゃん。嘘、もしかしてクッパ7人衆と戦う感じ？ここに来てそれ？わ、結構きついな。待ってくれ待ってくれ待ってくれ、俺もキノコがめちゃくちゃ欲しいぞ。俺もキノコが、はい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。もうこのみんなでバトルどんだけ出してんだろうね。まだ S プラスなってないみたいないやでもね、確実に技術は上がってるんですよ。よくコメントでね、判断力がないとかは言われますけど、そんなにね、とか頭のいい方じゃないし、考えてゲームをするっていうのは苦手な方ですけど、それでもね、頑張ってるんですよ、僕よし、OK。 これどうしたらいいの？あ、なるほどね、そういう使い方するんだ、ブーメランって。よし、で、これを取ってく。待って待って、もう俺も行きたい。よし、これ上から行けないもんね。 OK。 そして次はここか。 OK、OK。 で、これは上ではないね。旅館の方に入ってく。そして待って、これ猫マリオの方がいい気がするんだけど待って、これ、あーって、俺もゴールできるかな。できんか。それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。今日はなんかめっちゃストレスが発散できた。あの、やっぱ良性メーカーさんのおかげかな。まあ、あそこで負けたらもっと悔しかったけどね、勝ててよかったです。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。